はい、本日は珍しい商品をサンプル提供いただきましたんで一緒に見ていきたいと思います。メコの磁気浮上型地球儀ですね。磁力の力で、浮遊して、回転するという地球儀、まあ置物にぴったりで、まあプレゼントにも最高のちょっと変わり種のプレゼントにはいいと思います。贈り物で非常にね、不思議なものです。磁気を利用して、地球儀が浮いております。はい、設定にはね、上が、まあ、電磁石の役目で、下が磁力発生してここアダプター突っ込みます。アダプターは付属されております。 LED がこういう風にレインボー色に光ります。置物、まあ、机のデスクの上に置くと非常に、未来的で格好がいいと思います。ここのバランスが難しくてですね、こういった付属品が入っております。ちょっと動かしてね、あれするとポッと上にひっついてしまいますんで、ここの微妙な電磁石との距離の調整にこれを使いますね。これをちょうどここに入れて、ゆっくり抜けるというぐらいですね。ゆっくり抜けないとこういうふうに今みたいに上がってしまいます。もう一度やってみます。これで微妙にゆっくりですね、振動を与えるとひっつきます。はい、こんな感じです。だからここをね、ここが微妙な関係なんですよね。これで、はい、大丈夫だと思います。はい、今浮いてますよね。はい、ゆっくりカメラ動きますけど近づけたいと思います。はい、こんな感じで回ってるのがお分かりかと思います。はい、メーカーさんは こちらのメーカーですね、メコさんの、はい、こういう感じで、地球儀が動いております。はい、こんな感じですね。はい、まあね、 C の形でこんな形の、はい、地球儀のスタンドになります。マグネットグローブが点灯しますね。電磁誘導で、今流行りのこれのスピーカータイプとかありますよね。はい、 Bluetooth のこれは地球儀が回るといったもので、この地球儀の色が選べます。ゴールドとこの地球儀そのもの、地球の真ん中で回って浮遊している地球儀を選ぶことができます。ゴールドタイプ、ブラックタイプ、これは僕はブルータイプをいただきましたね。はい、こんな感じで、その3つが欲しいという方はもっと値段を出せば3つ地球儀がついたのが来ます。ゴールド、ブラック、ブルー、そこはちょっとお高くなりますが、はい、どうしても地球儀の色を変えたいという方はそちらを選ばれればいいと思います。現在 Amazon で、欲しい4つ半2899円という風になっております。同じ商品でもね、Amazon によって値段が上下します。最高はですね6000円ぐらいするのもあります。同じもので6000円ぐらいするとこがあります。まあね、どちらの製品買われてもできるだけ、まあ、お安く買った方がお得かと思います。同じ商品で、販売元は販売店 によって値段が違いますので、その辺はよくお確かめになって買ってください。こちらの商品は非常にお安い方です。2899円となっております。 URL 貼っときますんでね、プレゼントに、いいなという方はぜひ、参考にしてみてください。画面ブレてますけど、はい、こんな感じで、まあ、どういった感じかを映しております。上から見たところですね、斜め45度の目線から、こんな感じでね、この速度でゆっくりと地球儀が回転します。まあ不思議なものですよね。はい、こんな感じでゆっくりお見せします。ちょっとかなりね、外のライトが明るいんでね、ちょっと消灯して暗めにします。はい、こんな感じの色ですね。 LED がついてるのがお分かりかと思います。はい、確かに浮遊しているのが分かると思います。磁力の、まあ、磁気の電磁誘導の作用で回っていると。この回転はずっと続きますね。センサーが内蔵されてますんで、この地球儀は内蔵されたセンサーによって、ディスプレイスタンドに内蔵されたセンサーによって回転しますので、回す必要はありません。色はカラーブラック、ブルー、ゴールドから地球儀を選べます。私は地球らしいブルーを選んだといったところで、磁気浮上型の地球儀ですね。
プレゼントに最適かと思います。箱をお見せしますね。こういった感じで色が選べるといった具合です。左からブラック、私は真ん中のブルーとゴールドとこういう色もあるといったところで、今のところこの3色が主ですね。こちらちょっと分かりませんね。はい、この3色が選べるといった具合のものです。これはブラックですね。参考まで、はい、こういう感じです。はい、メーカーさんの箱ですね。はい、そういったわけで、こういうふうに地球が地球儀が動いているところをお見せして終わりたいと思います。はい、こんな感じですね。ゆっくりとお手伝いしましょう。はい、こうですね。はい、こんな感じです。アングルですね、ベストアングルで。これが本当の色ですね。ちょっと明るくしましたんで、はい、こういったわけで、はい、気になる方は非常にね、クリスマスや誕生日の時のプレゼントにもらって嬉しい、まあね、デスクの上に置くと非常にね、未来的で、すごく革新的な、はい、磁気浮上型の地球儀のご紹介でした。気になる方は URL 貼っときますんで見てください。ではまたです。気になる方は、はい、見てくださいね。ありがとうございました。ご視聴ではまたです。さよなら。